いただきます。うん、ほら、うん、うまっ、うまっ、なんだろう、ちょっと甘みのある感じでね。うん、あ、うまいわ。ね、お飲み物こちらをね、大吟醸の方をいただきたいと思いますね。この二郎系とね、この日本酒の組み合わせ、あんまやってる人いないんじゃないかな。これはでもうまいに違いない。合うわ。ラーメン自体が結構やっぱうまいからね、麺もね程よく縮れてて、すりごたえのあるね。豚とこの日本酒の組み合わせなんて、あ、うん、チュリッとした感じなんで、ちょっとね甘みのある感じなんでね、豚とかも非常に相性がいいです、ね、さてここで僕は ね生卵、ちょっとちょうど見えないな、あ、ちょうど見えないですね、はい、生卵ですね。これが結局ね一番うまいんじゃないかっていう話はありますけどね。うん、うん、間違いない。肉かすもまたいいです、油かす。あー、うまっ、油と一緒についてくるこの肉かす、これ酒マジぴったりっすわ。うますぎ。ちょっとあんま飲む予定じゃなかったんだけどさ、飲んじゃいますよね。うめえわ。日本酒もね、これね、ちょっといい日本酒、いい日本酒です。あー、うん、まっ。やっぱビールともね相性はいいですけど、やっぱ日本酒とかでねこう一緒にほんとつまみとして楽しみながらっていうのはね、とてもいいですね。ここでね、スーパー味変タイムですね。ラー油と七味で、まあ、チーズが定番ですけど、ちょっとね僕試したい、このクミンをね試したい。ちょっとあとますね、スパイスの感じがね結構好きなんですよ。カレーとかも結構スパイスカレー好きっすからね。アジアンジロー、ちょっとこれだけねちょっと味がすごい変わっちゃうと思うんで別個やりますけど、いただきたいと思います。やっぱいいスパイスの匂いしますね。うん、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 うまい。うまいけどやっぱあれだな、その味変えすぎちゃうな。マジそのまんまでマジうまいからな。この卵の方にね、この七味とちょっとラー油垂らしてね、ちょっとマイルドだけじゃねえぞっていうところをね、ギャップをやっぱ見せたい、ラーメンに対して。うん、あ、いいね、マジでいいわこれ。でもマイルドだけじゃないよっていうね、ピリッと感。ちょっと酢の出番ちょっとすいませんないです。普通に食べたくなっちゃった。豚うまっ。
非常にバランスがいいですね、本当に。まあ、これ家で食べるんで、僕今野菜抜きで食べてますけど、の方がいいかも、いい説はありますね。結構野菜で、結構家でやると味とか変わってきちゃうんで、そこに逆算できたらいいですけど、初めて食べるときって難しいんで、そういうの。全然そのまま食べても濃すぎるってことはないんで。あーうまっ。ということで、ごちそうさまでした。食った。野菜抜きで食べても全然十分に楽しめる。結構ね、家で作るときってその野菜薄まったりすると難しいんで、野菜抜きが推奨かもしれないです、僕は。とてもね、そのまま食べても美味しかったんで、はい、ありました。ごちそうさまでした。